サコドメは奈良県柏原市出身の元プロ野球選手。奈良県柏原市出身。中学校で公式野球を始める。高校は石川県の日本航空第二高等学校へ進学。その後野球部を退部し、その身体能力からラグビー部にスカウトされる。ラグビー部では石川県代表として全国大会に出場している。 2007年10月に退学後、野球への思いを断ち切れず、2009年、クラブチームの京都フルカウンツに入団。2010年、独立リーグ、四国アイランドリーグプラスのコーチファイティングドックスのテストを受け、独自ドラフトにより2011年入団。コーチ入団後は、1年目から公式戦に出場する。プロ公式戦初安打は、2011年4月3日。 ミエスリアローズ戦でのレフトへのホームランであった。2011年はリーグトップの12本塁打を放ち、本塁打王でリーグ表彰された。一方三振もリーグ史上初となるシーズン100、三振王記録し、その後も対談まで毎年リーグ最多を記録した。2年目は前期に腰を痛めた影響もあり、精裁を欠くシーズンとなった。年目は試合に出場し、 過去最多の打数、打率、出塁率を記録する。8月11日の福岡ソフトバンクホークスさん、軍との定期交流戦に放ったタイムリーヒットで月間グラゼ2賞を受賞した。シーズン終了後の10月に自由契約の工示を受け、退団。2013年11月、BC リーグのトライアウトを受け、石川ミリオンスターズから2巡目指名され、 2014年1月14日に入団が決定した。2014年は外野手登録でありながら野手としては1試合も出場せず、投手として16試合に登板。防御率6.00の成績だった。2015年より投手に転向した。5月20日に任意引退を理由に退団した。目標とする選手は埼玉西部ライオンズの中村、強しなり。 オリックスバファローズの T 岡田。185cm85kg。非常に恵まれた体格の豪快なフルスイングと長打力を持ち味とする左のスラッガー。ありがとうございます。